最終的なもう28章ですからね、その畑28章までですから。ですので、もういよいよ、パウロのいろいろな宣教の活動、最初の教会の様子を私たちが知ることができる、まあ、最後の章になりました。For building the church. 皆さんはね、私は1か月に1回ぐらいしかここにはあの来ることがありませんから。 時々しかこの話を聞かないので人の働きをとびとびに皆さんはね少し聞いていることになっているのではないかと思います。So we, we acts, so. ですので、なんかこう、投資で聞いていないのがちょっとね、皆さんにとっては残念なことなのか、それとも、え。ー ずっと通しで聞いてるともう飽きちゃったって思うのかね、まあ、それはわかりませんけれど。I'm not sure、uh, it's good for you, but、uh, we can't、uh, read through l chapters of Acts. 今日、特に見ておきたいのは神様がパウルを用いて癒しの働きをなさっているというところに少しフォーカスをしておきたいと思います。 パウロはこのマルタという島に行った時にまあ多分ね季節的に冬に向かっているそういった時期だったのでまあいわば薪を集めてそして火を灯してそしてそれで暖をとっていた、まあ、そういう様子が

Um, the Bible says. でこの一匹のマムシがあってそしてこの私が読んだ聖書の訳では手に噛みついたって書かれてるんですね snake,、um, bite, bite でその後に何て書いてあるかというとその噛まれてるからねこのままこうやってがこがぶら下がってるんね <laughs>

そもそもね、名古屋あたりに住んでると、マムシとかヘビ見たことないっていう人も結構いると思う seen the snakes,、right? だけど、私が住んでるところにはですね実はね、ある家族寮にはマムシが、えー、住んでます。で、そのマムシはね、時々外に出てきて、 自分はここの家の家主だよみたいな顔して、とぐろを巻いて私たちの子を見ます。ですので、もしマモシを皆さん見たいんだったら、うちに来たらいいと思います。 だいたい1メートル以上。今大きくなって1メートル以上ですね。結構大きな。The height is more than one, one meter, I think. ただですね、ここに出てくるヘビがドキヘビとは書かれてないんですね、実はね。ギリシャ語ではそうは書かれていないんです。But、uh, we want, I think that the snake that、um, Bible describes does not have poison. あ、uh, うん、ポイズンはあるんだごめんなさい間違えました <laughs> 毒蛇ヘビなんだけど日本語で言うマムシと同じかどうかは分かりませんあ<ー>あそうそうなかなか難しいよねこれはね s <S スのね <to describe S 2> 私が今 <that. S 2> 英語に訳せって言われても自分でもできない訳をお願いしました <'m> <laughs> だからバイパーなんだけど、えー、日本の「 ニーズマムシバイパーとは違うと。<So, S 1> <laughs> the, the snake, the Bible says, doesn't、uh, similar to, to the Japanese、um, snakes which have poisons? でも、もっと重要なのは、他の聖書の訳では、この毒蛇が手に絡みついたで書かれていす。な、かんだと書かれている。でも、このように、このよ t に、このように、この e うに、a のように、このよ r に、このよう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 に、この Roll uh, his arms, and it doesn't say the snake uh, bite Paul. So we can say, we can say that um, Paul doesn't have any any harm because the uh, the snake doesn't didn't bite him. でも皆さんね、毒蛇に腕絡みつかれたことありますか ?Have you ever experienced that the snake roll your arms? だからどちらにしろ、パウロは害を受けなかったのは奇跡です。So Anyway, <laughs> we can say that the miracle, this is a miracle because Paul doesn't have any harms. だからその様子を見てた人たちは、どういう反応したかというと、 最初は蛇がパウロに絡みついていたか噛んだかまあどちらにしろ神様の罰を受けているのではないかとそういう具合に考えたわけです。なので何か罪を犯したのではないか。 なんか神様にに逆らったんではないいかってそういう具合に人々は考えました。Paul, because, um, sins, これはある面で言うと、聖書が私たちに教えている一つの真理でもあります。 ローマビトヨの手紙の2章の6説にこういう言葉がありますね。<So> in, 神,神は一人一人,その人の行いに応じて報いられます。え、ローマンチャプター2 verse6 says、God will repay each, each person according to what they have done 3 25。 自分が行った不正を無くとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。Also、Colossians chapter 3, verse 25 says、anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no、uh, favoritism. だから神様は、公平に私たちを扱われるお方であるということは、私たちは忘れてはなりません。God、uh, does, does works equally to everyone. だから私たちは神様を信じているからといって、声に罪を犯すということは、神様は決して願ってはおられないわけです。We, uh, we それを私たちは受け止めながら、パオロがそのような中で、 神様の癒やしの働きをしたということにフォーカスを当てていきたいと思います。We want to receive this truth and, and after that we want to focus on that God、uh, worked the miracle through Paul's.Paul. Paul. で、パオロはですね、えー、その後、プブリウスという人物のお父さんの癒やしのために彼は祈るわけです。And after that, uh, Paul, The father of for healing. パウルはその人のところつまりお父さんのところに行って彼に手を置いて祈り癒したとそのように書かれています。バなぜここでパウロは祈り癒したという言葉が使われているのかというところが私たち注目しておかなければならない。 ポイントがここには記されていますた、so um, もうちょっと面白いのはね、ルカはお医者さんだったので、彼はこのお父さんの症状をはっきり書いてますね。そう、r So he d e s は r 医者さん the s で、t u a t i o n really p r e c i ています。 まあ、プブリウスのお父さんに天国で私たちが会った時にあ,あなたですか熱があって下痢だったんすっすと、ね、言うわけです、ね、私たちは。で、なぜそのようにして 祈り癒したというこの祈りという言葉が書かれているかということはとっても重要なことだと言えます。I think this is important that the Bible used the word prayer in t h s i t u a t i o n 一つの理由は、パオロは蛇の害を受けなかったので、その島の、マルタの島の人々は、この人は神様だって言っていたというところに理由があります。 だから彼は自分が癒すのではなくて私が神様に祈ることを通して癒されるんですよということを示そうとしたわけです So Paul tried to tell people that he himself does not heal the disease but he pray and pray to God and God Through poles. 私たちも私たちが癒すのではありません。So that we, that, uh, ここにどんなに信仰的で、霊的な方がいたとしても、その人が癒すのではないんです。Faith, really、person, say, だから方がいがい 私たちも癒しのために祈ることができるということもこのことは示しているわけです。ヤコブの手紙の5章14節から16節にこんな言葉が書かれていますね。14節あなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。 The James chapter 5:14 uh, says, Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with um, oil in the name of the Lord. So the Bible says, Let them call the elders of the church to pray over them. そして、ど、誰が癒し主であるのかということが、ここにはっきり書かれています。主の皆によってって書いてあります。で、ここではオリーブ油が出てきますけども。オリーブ油が癒すのではありません。私は、あの、数年前から、毎日、まあ、出張とかね。 出家にいるときは、スプーンな杯のオリーブオイルを毎日飲んで一ます。のオリーブオイルを飲んでます。大体、食塩が入っていない野菜ジュースの中にオリーブオイルを入れてそれで飲んでます。その時、オリ e ブオイルを100% vegetable juice

でもね、あの値段が高いからといって、美味しいわけではないですね。まあ、私があの気に入ったオリーブオイルが今あって、それが一番なんか自分には合いますね。a l l y fit t o my、uh, body なななのでで気をつけけいいいといけないですよね教会でもイスラエル産のオリーブオイルが癒しのためにいいとかって皆さん思わないでください olive oil. でけど。ね皆さん,いろんな 形で神様は私たちに癒しをもたらしてくださるんだけど癒すのはくれぐれも神様であるということを忘れないようにしなければならないということです。So 信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。So、the James chapter,、uh, chapter verse says, And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. 私たちが神様を癒してくださると信じて、イエス様の皆によって祈るときに、 神様はそこに働いてくださる。です。If we, if we Lord, そして16節、このように書かれています。ですから、あなた方は癒されるために互いに罪を嫌わし、互いのために祈りなさい。 正しい人のよりは働くと大きな力があります。私、so、私たたちちがお互いいにににに罪をすに私たち罪ををの告白をするとき神様はそこに働いてくださ 神様はそこに働いてくださるときに神様は癒しを私たちに与えてくださるわけです。この時に癒しは今も私たちに与えられています。もちろん神様は医療行為を通しても癒してくださいますけれどもでも、私たちは パウロのように神様に求めることができるわけです。Course, doctors, そしてそれは私たち一人一人に神様が委ねておられる働きでもあるということです。 Matthew chapter 10, verse 1 says Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. 九章の一節、二節、このように書かれています。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒すからと権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すために、こう言って彼らを使わされた。Luke chapter 9, verse to says, When Jesus had called the 1-2 says the、 このような神様が私たちに権威と力を委ねてくださってるんです。So God, He gives the authority and power to us。私たちが毎日の生活の中で自分の家庭でも、また職場でも、学校でも、地域社会においても神様はこの 権威をまたこの力を私たちが持ちるように神様は願っておられます。God desire to use this power and authority in our daily life, in workplace, in families. もうちょっと私はこういう具合に皆さんに説明しておきたいと思います。これは私たちの日常生活の中の 一つの神様が委ねておられる働きだという意識です理解ですだから our <daily> か特別な癒しの集会とかに行かなければ私たちが癒しを体験することができないわけではありません it's not about、uh, we can go to only the like, healing c o m p なんかねそんな理解をしてる人たちがいます誰かに祈ってもらわないと癒されないって that that others, 私の教会につい最近もう80代のご婦人の方ですけどもこの方が癒しを体験なさいました、so recently, uh, この方のご家族からある日私は病院に来てくださいって呼び出されたんですね。Day, to, to あのコロナで緊急事態宣言が出てる中だったんで、もうこれは。

ですよね、その治療室、処置をなさっているところの部屋に私は家族に連れられて入ってきました。そこで先生にもお会いして、どういう症状なのかっていうのすぐに説明してもらいました。そしたら、大腸に穴が開いているって言われ e

で、私はそうですかって、じゃあこれから手術がうまくいくように祈りますっていう具合に <laughs> 彼女に言ったんです。Well、そしたらね彼女、何て言ったかって僕さん、私は手術受けませんって大丈夫だからって。 But at that time, she said, I don't, um, I don't need surgery because God heals.": But I just tried to uh, explain the symptom, what I heard from doctor to her, but she said, "I, don't have, I won't have surgery." じゃあお医者さんがそんだけ頑固にねあの80歳のおばあさんがそう言うからねじゃあもう余命持ってね多分先生も考えられたと思いますよじゃあしばらく様子を見ましょうっていう話になったんです。So okay, だから明日の 朝までにに症状が回復しししてててたたらまま検査様子を見ましょうって話になっ話なも私は、ね、彼女と一緒に心を合わせて祈りました。神様どうぞあなたがウれてくださって、回復を与え癒してくださいって、もう短い、シンプルな祈りをしたんです。I prayed together with her, but the prayer is really simple and brief. で次の日ご家族の方に電話して聞いたらいやもうちょっと様子を見,見ましょうという話になりました。でそうするとそれが週の初めの方だったんですね水曜日とか木曜日だったんですからでそうすると次に私がまた と尋ねた時にはじゃあ次の月曜日まで、様子を見まししょうと話た、uh, the でその月曜日にまた電話したんです。そしたらね、どうも穴が塞がってきてるそうですっていう話なんですよ。

私たちは本当に神様に期待して神様に祈りそして神様を癒してくださることを私たちさらに見させていただくことができればとそのように心から願います。We pray that we expect him to heal and pray together. なぜ、なぜ、癒しを神様は今もなさるのか ?So why God is still healing? それは

英語ではデビット・ヨンギ、デビット・チョウと呼ばれていますけど、この先生がお亡くなりになりました。その後、私たちは、a たちの最も大きなえ、この先生は、ね、いろんな影響を日本の教会に与えた先生として知られています。そ h 後、私たち h 日本 a 教会に i えた先生として to Japan. で彼の一つの夢な教えというか、まあ、メッセージの中に福音の中には一つの神様の宿服がそこにはあるってうそういうのを教えられ。So there is a famous word of him and he says there are five works of God in the gospel. で一つは神性の福音です。So what is、uh, the first、uh, point is the そして次に精霊ーボ万の福音ー霊に満たされる福音。そして次に精霊1万の福音。精霊に満たされる福音。そして次に精霊10万の福音。そてきます癒しの福音です。そして 4番目に祝福の福音です。そして最後の5つ目が再臨の福音です。Of, uh, 私たちはこの神様が私たちに与えてくださっている福音がどんなに豊かなもので大きなものであるのかを忘れてはなりません。 だから私たちは大胆に伝えることができるんです。イエス様を信じたらあなたは癒されますって。身体的な癒しだけではなくて。 心も癒されるしまた皆さんの人間関係も癒されるしまた経済も癒されるし神様は私たちの毎日の生活人生に癒しを与えてくださる方です。ですから私たちは大胆に u r daily life. です。 告白することできる福音には癒しが含まれているんだって。約聖書のイイ書ののの中中ににイザヤ章こういうい言葉がありますしかした彼は、私たちの背きのきために刺され私た癒やしがのために砕かれたのだ彼だ暮らしみが私たちに平和をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは アイサイアーキャプティー3 verse5 says、But he was pierced for our translation, he was crushed for our iniquities.The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. ペトルはこのセーションの歌詞を自分の手紙の中でも引用して繰り返してます。その打ち傷の上にあなた方は癒やされたって。 He, um, Peter Peter quote this verse and repeat in his uh, chapter. So 1 Peter chapter 2 the 20, verse 24 says, "He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed.". 私たちのために救いの宮城を完成してくださったんです。God, God sent Jesus to cross so that we can be healed and he c o m p l e t e the salvation。つい先週、世界的にも有名なある牧師のセミナーに私は、まあ、オンラインでしたけど参加することが許されました。so last week I,、uh, could join the,、um, online the week I で、先生がね、このようにおっしゃってた、これから世界にリバイバルがやってくるって。And a famous, the pastor said in a seminar that re, the revival, the revival is coming to this world.、まあ、最近のね、オンラインのカンファレンスとかセミナーとかね、みんな座ったままでしょ。だからこう、す,すごい励ましの言葉とかね、なんかそういうのを与えられても、 こういう感じで聞いてるからなんかちょっと調子食いますこの先生はねこういうィキナー、アギウエン 世界に神様、リバイバルをこれから持たせてくださいますっておっしゃったんです。Says, でも、そのリバイバルの中心になるのはアジアですとおっしゃったんですよ。その先生はシンガポールの先生だからね。 たんシンガポールから始まりまりすとおっっしゃったんです British, from,、uh, でも先生は忘れなかった。日本もこの最後のリバイブルの通りに散られますとおっしゃっ, However, っていました。聞いてたんです。 だけどふわってこうね、お尻が浮いちゃったんです、その時 I was shocked by this. もう思わず、マイクはミュートにしてたからよかったけどアーメンとは言わなかったけど、まあアーメンと言いました。You know, I でも私の心の心中に神様は語っってくださったんです 神様はこれから本当に働いてくださるんだって。God is going to work. でもその先生、もう一つ重要なことをおっしゃいました。でもそれは神様が行われる不思議と奇跡を通して神様はリバイバルをの働きをなさるとおっしゃった。He says he bring

私たち癒さなんですよ、くれぐれも。Er. からもしすぐ目の前で癒しが起こらなくても、私たち別に責任感じる必要はありません。So、yourself, 私たちにできるのは神様の癒しを信じて、祈るということです。私たちにできるのは神様の嫌しを信じて、祈るということです。 マルコの福音書の十六章の十七節、十八節にこのように書かれています。The Mark、uh, chapter sixteen, verse seventeen and eighteen says this. 人々には次のような印が伴います。すなわち私の私の何よって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して、害を受けず、病人に手を置けば、癒されます。So Sins will accompany those who believe in, in my name. They will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people, and they will get well. 私たちが祈るときに働いてくださることを約束してくださっています。私たちは、私たちは魂が救われるだけではなくて、私たちの体も、私たちの 人間関係も私たちのすべてにおいて神様の癒しを体験することができる。We can experience his healing in every part of our life, not only for souls and bodies, in our daily life. お祈りしたいと思います。Let me pray. 皆さんで今日お祈りしましょう。Together, オンラインでご覧になっている方たちも、もし今日神様に癒してもらいたいものがあるなら。 ことがあるならば <So S 2> 神様の前に委ねようではありませんか、so healing, online, pre, uh, もしこの中にどこか痛みを感じていたりとかね不調を覚えている人がおられたらそこに手を置いてください、so you, uh, body, また 皆さん自身がもし病気,の病気でなくても誰か病気の人を知っている家族だったりお友達だったりそういう方のことをのためにも一緒にお祈りしたいと思います。You know sickness, 神様が働いてくださることを私たちは期待して、イエス様の皆によって大胆にお祈りしていきたい。So

Through you, through pain, 神様どうぞ今あなたが私たちを癒してくださいます。God, we pray that you will heal, オンラインのまたここにおられる方たち一人一人を神様どうぞ今触れてください。God, please touch e a c 傷んでいるところを癒してください。 神様どうぞ、調子が悪いところがあなたによって少やかにされますように。We pray that our body feeling pain will be recovered by you, Lord. 神様どうぞ、今、触れてください。God, please touch us。また私たちは、 私たちの知っている人たちの中に病気の人たちのために取りなして祈ります。God, 神様、どうぞあなたが癒してくださいませ。God, あなたのからいただいているイエス様の皆によって私たちは大胆に癒しを祈ります。We pray that, pray for healing in the name of Jesus, Lord. あなたが触れてくださることを信じます we, we God, 今神様が触れてくださってウィブウィブウィブに感じている方たちが おられれると思いますけれどもどうぞそれを受け取ってください神様が、really、神様あなたのやしを感謝します。God, また求めていくこと、ができますようたのに神様あなたの癒し私たちの世界私たちの毎日の生活の中で神様もっと、と、もっと、体験すること、ができますよににどくか働いてにくださたますようにお願いいたします神様 私たちが求めることができるのはあなたが癒し主だからです感謝します God, イエス様の皆によってお祈りしますアイメン 先生メッセージありがとうございます。では最後にみんなでクリップを読みたいと思います。Okay, finally, let's、uh, read this together、はい。日本語から <From S 1> せーの、<Japanese. S 1> イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。Mm hmm. イエスは私の主です。 ありがとうございます。<Thank you. S 2> では、えー、と、今日は下にキッチンカーが来てくれています。